皆さんこんばんは。本日もヘイフィーバーチャンネルガラクタ見てくださりありがとうございます。アイクチ太郎です。パキューン。アイクチ太郎はですね、苦手なことが唯一一つありまして、それは何だと思いますか？はい、ブブー。実はダンスです。けどそのダンスが苦手な中でも唯一踊れるのが函館名物イカ踊り。それを踊っていきたいと思います。函館名物イカ踊り。ユイガは預かった。おう、どうした？これユイガってマルさんですよね？まあ、そうだな。飯買いにコンビニ行きますけど、何かいります？そうだなぁ、生姜焼き弁当。いつもそうだなぁって言いますけど、生姜焼き弁当以外食ったことないじゃないですか。うるせぇなぁ、いつも一瞬だけ今日は違うのにしようかなって悩むんだよ。無駄な時間を。早く行けよ。ったく、あいつは。マルさん、今日来ないですかね？連絡したのか？いや、してないですけど。カンパチさんは？いや、もうしてないよ。そうなんか。それ誰かにさらわれたんすかね？それお前だろ。はい、もう騙されないぞ。俺は手錠の恨み決して忘れないからな。いやいや、これは俺じゃないっすよ。信じられるかよ。どうせマルも共犯なんだろ。だから違いますって。嘘をつくな。嘘じゃないですって。お前全然焦ってないじゃないか。俺はカンパチさんも焦ってないから。マジ？マジです。じゃあマジかこれ。多分。じゃあなんで焦らないんだよ。だからそれはカンパチさんが冷静だから。ふざけんなよ。あんなキョトン顔でメモ見せられたら、こいつ俺のことまた騙そうとしてるなって考えるだろ。普通そんなこと考えませんよ。こんな体にしたらお前だぞ。常に日常生活で疑ってきて、もう一生出てんだよ。芸人のドッキリじゃないですから。とりあえずマルに電話してみろよ。電源が入ってないそうです。え、マジでマジなの？あ、結構ヤバいじゃん。そんなにっすか？よく考えろよ。この間の峰子の依頼でなんかヤバい状況になったろ俺ら。確かに。あの件でマルに何かあってもおかしくない。ヤバいじゃないっすか。だからそう言ってんだろ。何やってんすか。事務所来てからもう何時間も経ってるじゃないっすか。マルさんヤバいでしょ。そのリアクションを朝このメモを見た時にしろよ。警察に電話します。バカ。俺らがやった仕事も警察にバレるかもしれないだろ。ああ、そっか。じゃあ探偵に頼んで探してみて。アホ。何すんすか。俺らの仕事は何だ。探偵だ。俺らで解決するぞ。ですね。ここ周辺でそれらしい目撃情報はなかったっす。カンパチさんは？まずいな。この建物に設置されたカメラにアクセスして調べてみたけど、どこにも映ってない。映らないように連れ出した。それってかなり慣れてるってことっすよね。しかもあの丸道をおとなしくさせてだ。相当ヤバくないっすか。未だに何も連絡ないし、一体何が目的なんだ。
カンパチさん、犯人女かもしれません。女？